美しい水中洞窟。差し込む幻想的な光、無重力を味わえる世界、湧き出る探検心。メキシコユカタン半島に点在する聖なる泉セノーテ。白い砂浜と青い空、そしてどこまでも続く綺麗なカリブ海。中米メキシコにあるユカタン半島、その南半分を占めるのがリゾート地でも有名なキンタナーロー州。大部分がジャングルに覆われていて、その地下には無数の水脈が。ところどころ地上に姿を現したところが泉になっています。その場所が聖なる泉という意味でセノーテと呼ばれています。今回のウォーターワールドは数多くあるそのセノーテから美しいセノーテを紹介します。地球の約7割を占める水の世界、地上と違うもう一つの世界。不思議な地形、ロマンあふれる美しい光景、魅惑の水中洞窟。数々水中生物、そんな世界を案内するのは水中探検家広部俊明。毎回世界の水の中を共に旅します。今回のウォーターワールドもメキシコユカタン半島に広がる聖なる泉セノーテ。一般ダイバーがケーブダイビングの体験ダイビングとして潜れるセノーテ、アンヘリータ。探検気分満載の光景に心が満たされます。さあ、魅惑の世界の扉を開きましょう。メキシコ、キンタナーロー州の中心地、カンクンから車で1時間ほどのところにある町、プラヤデルカルメン。最初はコスメル島に渡るための小さな港町でした。しかし、近年観光客の増大に伴い、大きなホテルが立ち並ぶ一大リゾート地になりました。広部が向かうのは、そのプラヤデルカルメンで、一番最初に日本人によるダイビングショップを開いたイグアナダイバーズ。セノーテダイビングをメインにツアーを開催しているこの店で今後のダイビング計画を立てます。それでは今回のダイビングトリップです。プラヤデルカルメンから出発です。南へ車を走らせること約1時間ほどのところにある町、マヤ文明の遺跡もある町はトゥルム。この町も昔は小さな町でしたが、観光客の増大に伴い今はホテルなどが立ち並ぶ町になっています。そのトゥルムから約20分、ジャングルの中を走る一本道、進むと現れたのは一つのセノーテ。これが今回の舞台、セノーテの、アンヘリータというところです。水位が下がってそこで鍾乳石が、発達して、できたセノーテですが、ここは、実はですね、深いところに硫化水素が流れて、水の中に川が流れているような
風景を見ることができます。今日はそのアヘリタに行ってみたいと思います。早速準備。森の中を少し歩くと泉が見えてきた。ここがアンヘリッタ。じゃあ大丈夫な方からエントリーしてください。松永さんと共にエントリー。水の中は一体どうなってるのか。水を通して見た森も本当に綺麗だね。深いセノーテなので光が深映え続く。この光景がまた綺麗。10メートルぐらい潜り上を見上げる。太陽がとても綺麗。太陽の光が届かないところで上を見てみる。万華鏡のように森が美しい光景だね。そこにエントリーしてくるダイバー、まるで空を飛んでるようだね。これも美しい光景だ。さあ深場へ行ってみよう。松永さんの後に続いて潜っていく。水深30メートル近くに白い雲のような光景が広がっている。これが硫化水素の層だね。まるで雲の上を飛んでるようだ。下から枯れ木が顔を覗かせているね。水が澄んでいるのでまるでこの白い層が湖の水面みたい。この白い層の下に入ってみる。だんだんと暗くなってくるね。青い光景から黄色、そして茶色に変わってくる。白い層を抜けると少し濁った茶色っぽい水。そこにはいろんな枯れ木がある。これも面白い光景だね。枯れ木が上の方に向かって伸びているね。本当に真っ暗。この枯れ木に沿ってまた上に上がっていこう。少しずつ明るくなっていく。黄色から黄緑、そして青。澄んだ水の層、面白い光景だね。この雲のような光景を見ながら進んでいく。一緒に潜ったダイバーもいるね。松永さんがこの層の上をゆっくりと泳いでいく。
雲の上を飛んでるようだね。あまり他のところでは見ることのできない光景だ。少し高いところから撮影してみる。本当に水の中に川が流れてるようだね。一緒に潜ったダイバーもそれぞれの位置から写真を撮っている。また少しこの層の下に入ってみよう。すぐ見えなくなる。そして水底が見えてくる。ここで上を見上げる。まるでオーロラのようだね。そしてまた上に行く。こんな光景を何回も見ながら、あっという間に時間が経ってしまった。深いので少しずつ水深を上げていく。壁沿いにはいろんな穴が開いている。そして鍾乳石も至る所で垂れ下がっているね。少しずつ水深を上げていくと、どんどん景色が変わっていく。特徴のある鍾乳石だね。水深が変わってこういう形になるのかな。水深10メートルを過ぎると水面が見えてくる。水面を通した森が綺麗だね。水深5メートルから3メートルの間で安全停止。差し込む光がとても綺麗。アンヘリータ、楽しいセノーテだね。時間は前後するけど、ちょっとブリーフィングの様子を見てみよう。グローブも禁止です。グローブをしてると、やっぱり鍾乳石をね、簡単に触ってしまったり、落書きしてしまったりするので、そういうのが一応禁止事項になってます。で、あとはですね、ここにあるように、これはね、どのセノーテにも同じような、全く同じです。で、例えば一っ子一人入れないような小さな隙間は行きませんよとか、あと、こうラインがこうずっとあるんですけれども、セノーテっていうのは一つの地下の水脈みたくなってます。だからずっとずっとずっと、海まで続いてます。なんでもうこれ以上奥には行っちゃいけないよっていうところにはこうストップの看板とか、こうドクロの看板がついたやつがあります。なのでその以上奥には僕たちはファンダイブで行く範囲は今日は行かないですよっていうルールが。あとこれはあまり僕たちにはちょっと馴染みがないんですけれども、半分地ルールって言って、だいたい200バーとか210バーぐらい入ってて、まあその70バー、3分の1使って140になったら戻ろうね。で、必ず70になったら残して上がろうねっていうルールがあります。普通にフィンキックをしてしまうと、ブワーッと盛り上がってしまう、舞い上がってしまいます。その舞い上がったやつっていうのは流れがないので、なかなか降りてこないです。で、これ、自分は分かってないからいいですよね。わー、綺麗だ、綺麗だ、だけど、後ろの人、ってなっちゃいます。綺麗なのにって。で、それがもし洞窟の中で起きた時に、わ、あれ、前の人が見えない、こうね、一列になって、
行く中でこの人が巻き上げました。うわ前の人が見えないってなって、あどこどこってなって、もうこの3番4番の人ね、もうガイドさんとはぐれちゃうことになっちゃいます。でじゃあ3番4番はぐれちゃって、海だったらね上がって、すいませんはぐれちゃいましたで終わりですけど、セノーテだと上がるスペースがないです。そうするとやっぱ人間ねパニックになってしまって、あれあれどこだどこだどこだって全然違う方向行っちゃったりすることもあるんで、危険なんで、まあ、あのこういう、ね、あの舞い上げることだけはやめましょうという。じゃあどうやったら舞い上がらないのかって言ったら、体を水平にして膝を曲げてこういうフロックキック、煽り足的な感じで進んでいくと問題ないかなと思うので、これだけはちょっと気をつけましょう。特に今日の2本目、はあのだいぶ狭いところもあるんで、あのセノーテに潜るといってもいろんなことを頭に入れなければいけない、それではもう一回このアンヘリータに潜ってみましょう。それではエントリー。太陽の光がとても綺麗。深場から入った息が少しずつ大きくなって水面へ。いい光景だね。また水深30メートル近く白い層のとこに来た。本日2回目のダイビング、なので1回目みたいに深場までは行けない。なのでこの表面をゆっくりと撮影してみる。いろいろな模様になっていてとても綺麗。こんな光景もあんまり見れないよね。アクセントになっているこの枯れ木もいい感じだ。それぞれがこの白い雲のような層の上でおのおの楽しんでいる。ただここに白い層があるからといって水深は深いところでは60メートル以上なので、中性浮力は絶対必要。川みたいになっているところもみんなそれぞれ撮影している。この枯れ木が本当オブジェのように、いろいろな方向から撮影するといろいろな形になる。今回は早めに水深を上げていこう。また面白い形の鍾乳石のところに来た。この横に小さな洞窟がある。ここをゆっくり探検気分で潜ってみよう。ちょっとドキドキする瞬間だね。外の光が見えてきた。さっき松永さんがブリーフィングしてたようにゆっくりとフィンキックをして出ていく。
鍾乳石と光、とてもいい光景だね。いろいろな鍾乳石をゆっくりと観察する。水深を上げていく。この水面を通して見る森、そして光、とてもいい光景。このアンヘリータ、毎回いるわけではないんだけど、水面近くにとてもエキサイティングな生き物が出ることがある。それをゆっくり探してみる。いた。ゆっくりと近づいてみよう。どれかわかるかな？もうちょっと近づいてみよう。いたのはワニ。大きさは1メートルぐらいしかなかったんだけど、大きくなると危険なワニ。これがこのアンヘリータには時々現れる。なかなかエキサイティングな時間だね。ワニは水に浮いてるときは本当にあんまり動かないんだね。少し怖かったけど近くに寄ってみた。いろいろな風景が見れるこのアンヘリータ。下では白い雲のような層、そして水面ではエキサイティングな生物との出会い、本当に楽しかったね。もう一つの世界、ウォーターワールド。水の中って本当にいいですね。セノテアンヘリータいかがでしたでしょうか。楽しいセノテでしたね。それでは次回のウォーターワールドお楽しみに。